皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2003年公開の、エレファント。現代、エレファント。監督と脚本は、ガスバンさんと。主な出演は、アレックス・フロスト、エリック・デューレン、ジョン・ロビンソン、など。オレゴン州ポートランドのある高校。ジョンは酒浸りの父親のせいで遅刻し、イーライはカメラを片手に公園を散歩する。生徒たちは今日も平凡な日が過ぎると思っていたが、銃を持った二人の少年によって、高校は惨劇の舞台と化す。というストーリー。1999年に発生したコロンバイン高校銃乱射事件をモチーフにした、かなり実験的な作品。短めの尺の大部分は、ある日の出来事を別の人物の視点から見せるという構成。長回しのシーンの多様や無意味な日常会話は、平凡で退屈な高校生活を表現するには効果的な一方、これが延々と続くので飽きてしまう可能性あり。ラスト10分でようやく話が前に進み、そのインパクトは見終わってからじわじわとくる。ということで、評価は。Thumbs up.